どうも、退職代行サービス、モコモリのモコと申しますけども。<laughs> はい、こんにちは。あのですね、お宅にお勤めのですね、あの、大野さんが、まあ、今月続けでちょっと会社辞めたいってことで、さすがに俺に連絡してきた。うーん。で、退職させないのであれば、あの、俺はね、あの、お前の会社行って、あの、会社の前にまずネバネバネッと貼ってね、 で、ネバネバネット貼って、そこに引っかかった社員たち全員を、思いっきりともえ投げ、かましていく <laughs>。で、社員全員ボコボコにするんだけど、うん。それでもいい嫌だうん、嫌だったら、あの、その、大野さんの退職を認めてあげてほしいんだよ。うーん。それ認めてもらえないんであれば、だから、わないだのもえ投げ入れるって。うん、ネバネバネットから。うん 認めるね。うん、わかりました。はい、ありがとうございます。はい。モコモのモコでした。ありがとうございました。<laughs> ふざけんな、お前はい。あ、どうもどうも、モコです。モ <laughs> コ無理サービスのモコです。大野さん、お疲れ様です。<laughs> あ、今、家でしたあ、家なんだ。よかった、よかった。あの、今ね、あの、ちょうど俺、バナナの友枝投げ入れるって脅してね、あの、あの、無事ね、あの、退職の手続き取れたんで、 あの、よかったらですね。あのー、まあ、ご請求金額の方をちょっと発表させていただくんですけど <laughs>。あの、今回は、あの、ただで大丈夫。うん。ただでいいよ。あの、ただ、すまあただの代わりにな。まあ、ちょっと、俺の次使うポケモンのネタをし探してほしくて <laughs>。なんかマイナーポケモンでいいのないなんか <laughs>。ないか。 なかったら5000万なんだよな。うん、今回。うーん。ね、あればただなんだよ。マイナーポケモンのなんかネタとかあれば、まあ、ネタっていうかもう育ててお、育てて送ってほしいんだけど、ちゃんと銀のおか金のおか使って。うん。そう、方も考えてほしくて。いや、もう公式記事見てももういっぱいいっぱい正直言って。もうリスナーにも叩かれてんねん、こっちは。無理すんな、もうこうって。無理してへんいや、無理してるわ。<laughs> うん。だからなんか、いいマイナポケモンなんか見つかったらなんか、うん。ただにしてあるから、それまで5000万な。うん。消費者金融でも何でも借りて、それは払ってくれ。うん。じゃあ、あの、またね、次回、あの、また転職先でもなんかまたあったらね。うん。まあ、ぐっつりと、モコにお任せください。うん。モコ無理の、モコでした。<laughs> ありがとうございました。